皆さんこんこにちはあなたがもし何か新しいものを思いついた時なぜそれが今世の中にないんでしょうか例えば何か思いついてこれで特許を取ったら億万長者になれるんじゃないかと思ったこともあると思いますなぜそれがないか理由は3つしかありません1つ目は誰も思いつかなかったからです そうです発明したあなたは真の発明者です二つ目は誰か昔思いついたことはあったんですが作ることができなかったからですだからないんですこれは技術の進化とともにできるようになってきますアニメや映画の世界がそうですそして三つ目はいらないからですいらないからないんです会社や研究でよく起こりますやった発明した 何か思いついたらいけると思ったけど大体そういうものっていらないんですねだからないんですそういう罠に陥りますしかし思いついた方はそうはいきません私は絶対に発明者だと思いたい信じたくなるわけですだからだんだん役に立たないことに気づいてきても一生懸命特許を出しますものを作っていきますそういうことになっていきます最終的にはもう面白ければもう何でもいいんだと とにかくこれやるんだと言って研究を続けていくわけのわからない輩が出てきます。その最たる例が私です。<laughs> あ、いいですね。今日ここ唯一笑うところですからね。<laughs> 私にはこだわりがあります。ものづくりをする際に確かにいろんなわけのわからないものを作ってきました。しかしですね、最初にやること、例えばピラミッドを作るというタスクが発生したときに皆さんどうしますか 高さを決めますか方向を決めますか材質を決めますかデザインですか私は一番最初にですね、一番上に乗せるおまけを考えます。ピラミッド自体は後で考えます。このおまけを最初に考えて、すごいいいおまけが思いついて初めて、僕は一生懸命ピラミッドを開発するようにしています。これは仕事で言えば、ただの遊び心に過ぎないかもしれません。でもこのおまけを考えることが、 一番大事だと僕は考えています私の家はですね、まあ、あのこういうものづくりをするためにいろんな交差機械を手に入れるのが小さい時からの夢でした、まあ、家電で三種の神器といいますとテレビ冷蔵庫洗濯機といいますが川崎家で三種の神器といいますとまず家に旋盤です <laughs> そしてフライス板これ2.4トンありますそして最後は溶接機です 切って貼ってそのものを作る最低限のルールですねこれがないと生きていけない変態です <laughs> 私が作ってきた作品を今からほんのわずか9つほど紹介していこうと思いますこれは98年に作った全自動窓拭きロボットですねあの今では床を走るロボットいますけれどもこれは私が窓を拭くのが大嫌いで考えたものですしかしそれだけではなくてですねこうショールームに貼り付いて宣伝もする っていう遊び心を加えた作品でした2000年には「手ぶらでゴー」という作品を作りましたこれも海外旅行に行った時にです、ね、スーツケースが非常に邪魔だったそれで私は一生懸命これを作りました人間の体の横の部分をです、ね、センサーで感知して自動で横をついてくるというロボットを開発しました遊び心はこちらです凹凸があるところに行くと自分でウィリーをしてバランスを取りながらその凹凸を乗り越えていく これを見せるためにですねわざわざガタガタ道を歩かないといけなくなるわけです。<laughs> という運命になります。そして2001年、これはセグウェイが発表される2か月前でしたあの。きっかけはですね子供私が子供をベビーカーで押してたんですけどもベビーカーが潰れた状態でもですね立って動いたら便利なんじゃないかと思ってバランスを取りながら動くそして重列駐車も簡単にできるっていうこういったですねビークルを開発して。 実際に動かすところままでやりました2002年にはですね、まあ、こういうあのおむすび型の乗り物ですね全方向に自由に動ける乗り物ということでおむすびというものを作りましたこれ見てわかる通りですね私と比べて約20キロほど重い体重です多分仕事のストレスだったんだと思いますで私の家ではですねストレスで太ることをですねフトレスと呼んでいます これちょうどストレスだったんですけれどもその時に遊び心としては行きたい方向に足を出すそうするとその方に動けるように実はセンサーがですね見えにくいですけどゴマの形になっていておむすびになっているという構造です見た目もかわいいですそして2004年にはですねこのくるくるりん多数の車輪を二重反転で回転させて いろんな方向に動くことができるというまあこれも全方向移動の乗り物なんですけども実は全方向に動くっていうことよりもですねあれだけの車輪がぐるぐる回りながら一回も止まることなく同じ位置に止まっておくことができるということが実は技術的に一番難しかったという作品です。で, <laughs> でそのあとはですね六角くんこれは足がですね人間のこう足のようにこう直列ではなくてですね六角形をした足のロボットです。 腕は1本しかありませんなのでこう猿のように捕まって降りることもできますが実際に二足歩行をする時は一本の腕でバランスをとりながら体の姿勢の感性を計算して歩くという変わった形をしています何で腕を一本にしたんだって皆さんこうアンバランスだって思われるんですねでもそうではないんです私の祖父はですね戦争で片腕をなくして腕は一本しかありませんでしたでもそれでもいろんなことができましたそれを見た時にですね 決して両方腕があることがバランスがいいとは限らないと思ってですねこういう腕一本で歩くロボットというものを作りましたそして2006年ですねこれはムーンというんですけどもあの見た方もいらっしゃるかもしれないです東京モーターショーやシーティックでも出しましたでこれはですねあの実は一番外側のタイヤを一番最初に作って後から中を作っていきました一番外側のタイヤの直径が一番大事ですどうやって決めたかというと 相撲の土俵を三分の1の K にしましたということを決めてその後中をどんどん作っていきました遊び心としては後ろについていた背中が背中の羽がウインカーになっています <laughs> で、その次の年はですねあのキャタピラ一本のキャタピラでいろんなところに行ける乗り物を作ろうと考えましたただ動くだけではなくてこうリモート操縦でこうバランス制御しながら 遠隔操作作ができるっていうりりましたこれ実はキャタピラがですねあの食堂で流れている配膳版の,あのレールなんですけどもあの上に乗って流れてみたいという思いの発想から <laughs> 単純にそれをつなげて乗り物を作ってみたという次第ですその次の年はですね空,空を飛びたいという意味のわからないことを言い出しましてで二重反転のです、ね、一人乗りのヘリコプターを作りました。これはあの わずかです、ね、8本のネジを刺せばこの形になってバラスとコンパクトな木箱に入るという組み立て式のヘリコプターです。プロペラの横断速度は510キロに達します。そしてパイロットこのパイロットをやってくれたのは53歳のおじさんでした。なぜこの53歳の人にパイロットを頼んだかというと将来ある若い人にです、ね、こんな危ないことを頼むことはできなかったんですね。<laughs> なのでこの人にパイロットをやってもらってみました。 冗談ですでその後ですね私はあのいろんなロボットを作ってきましたが実は2011年に震災がありまして大好きだったロボットコンテストそしてバイクのレースも実業団のテニスもすべてやめてあの博士課程に行く個とを心に決めましたその時ちょうど40歳でしたこちらがあの今いる研究室の先生です稲葉先生といいます 全く知らないという人は手を挙げてみてくださいはい、いませんねはい、ありがとうございますで、こちらはですね、まあ、あの最強の世界最強のロボットの先生と歌われています、ここでですね、一緒に世の中の役に立つロボットを開発しようということでお願いしまして、こちらの研究室で一緒に博士を取っています、まあ、余裕で留年してますけれども、まだ頑張っております、今も現役で学生です、そこで開発したのがこちらのロボットです。 陸海空を制する飛行ロボット要するに津波が来て水があっても細い隙間の間もそして地面も動けるものを作ろうと最終的なゴールはですねただ飛ぶだけではだめなんですね流行りのドローンではいけないような狭い隙間を何とかして通り抜けたいという思いの中で開発しましたそして2012年に作ったのがこのマルチフィールド対応ムーアというものです夢のリングという言葉をかけてマルチフィールドという英語の文字を並べて ムー,バーという文字を作りました上下どちらでも飛ぶことができますし上空2 5 0ルからの撮影もできますそして浮き輪をですね GPS 座標の場所に行って投下したりとかですね、まあ、こういうプロペラそのものの角度が変わるという技術をこのクワッドコプターに私が搭載しましてこれを実現しましたもちろんあのたくさん失敗しました1日100回ぐらい転倒するということを繰り返して最終的には わずかな定点のとととこころにききっちり立つことができるという技術そして倒れて回ってまた起き上がるこういう奇妙な動きいやすみませんエレガントな動きができるようになりましたでこれらを使ってですねなんとかしてその当初の目的を果たしたい立って転がることで電気エネルギーはわずか飛行の10分の1で済みますこれである程度現地まで移動するそして最後の目的であるこの斜めの隙間を通るっていうことはただ転がるだけではだめだということです それは姿勢をある角度で固定した状態で転がれないといけないということでどんな状態からでもですねある任意の角度になれるようにプログラムするっていうことが大事になりましたこれらの研究の総合的な複合的な動きをちょっとご覧いただきたいスイッチを入れると自動で立ち上がりましてあたかも一輪車の乗り物のようにですね動き回ることができます 本体の中心の裏側にカメラがついていましてあのまあ画像処理をやったりあの凹凸を検出したりすることができます普通に転がりますとあの斜めになった左側の脚立の隙間ですねこの部分にもちろんおうと当たってしまいますでここでその通り抜けれる角度に自らなりましてこの状態をキープしたままままっすぐ進むことができる ということが非常に新しいこのただ飛ぶだけではない飛行ロボットがやれる新しい技術だと私は考えていますそして先進行行って戻っていきます最終的には先ほど通った角度を記憶しておいて戻る時はすんなりとぶつからずに通り抜けてくることができるという技術を実現しましたこれをさらに応用しまして2013年にはこれ水の上でもできるようにしようと で外のボディはハは発泡スチロールでできているので浮いて自由にぐるぐる回ることもできます回るだけではなく水の上の狭い隙間をです、ね、こう通り抜けることができるとかです、ね、脚立の向こう側を通ることができるでこういったことができればです、ね、災害現場で役に立つのではないかと考えましたしかしこれだけではまだ足りないやはり計測技術がいるじゃないかとということで建屋の中に入った後は まず、飛んで上から撮影しますそして横方向は縦になって転がりながら入っていきますこうすると隙間と天井の隙間を見て飛行することで中の立体計測をすることができるんじゃないかと考えましたそうすると最終的には部屋全体のですねこういった 3D 計測データを取ることができます。入り口かからは見ることができなかった この大きなモーターのシャフトの部分ですね、奥のシャフトやバルブの部分、こういったところですね、きっちり見てくることができる、こういった技術を開発しました私は、ですねこのあのこういったロボット技術をですねやってきたんですけど見方を変えればですね戦争の兵器にもなりかねない特殊な構造になっていますただ、私はこのロボットをですねどうしても平和の技術のために使いたい。 ところに決めていますなので他のロボット研究者の方も今日いると思いますけれどもなんとかしてですねこういう新しい技術で平和の役に立つロボットを作っていきましょうそう願っています今日は特にですね若い人たちがたくさんいますあお年の方もいらっしゃいますねすいませんそういう方々にですね私からのメッセージなんですけどどんな研究でもどんな仕事でもですね 全く無駄な研究は何一つありません僕は遊び心があって初めてですねイノベーションが起こると信じていますものづくりを本気でやるためには何としても遊び心は大切だと思っていますそしてもう一つ大事なことは一生は一回しかありませんその今からの一生一回しかないことをですね本当に好きなことを一生涯やりたいそのための環境を作るということをですね一生懸命やってもらいたいそれは勉強かもしれないし 工作の技術かかももししれれなないいい知り合いかもしれないでもとにかくその環境を一生懸命整えるということですね必ずやってもらいたいと思います僕はこの自分の可能性を信じて諦めないことっていうことをとにかく大事にしてやってきました皆さんもし少しでもこれに共感してもらえるなと思えばこういう遊び心をですね忘れずにやってもらいたいなと思います 以上ですそうですすそうよね <laughs> このままこの変態が帰るわけにはいかないですよね。 少々うるさいですが我慢してください非常に安定して飛行することができますボディに テレックスの文字が移りまますす自由に飛行できますここまでだと皆さんよく見るドローンと同じようなものなんですがここでスイッチを入れますこうしますと自分でその角度を計算します どうですか回転することができます足で蹴っても倒れません任意の角度になってこの状態で角度をキープすることができますそして転がることができます ありがとうございました。